余命百歩実況プレイを始めていきたいと思います。なんかすごい悲しげな BGM と悲しげな題名なので、あれちょっと悲しい話感動系かなとか思うかもしれないですけど、なんか多分バカゲーっぽいっすね。なんか100歩以内に死んじゃうらしい。まだ全然わかんないんだけどやってみます。とりあえず生きる、もう一度生きるってあるので、まだ一回も死んでないので生きてみます。さてやっていこう。初見はだいたいすぐ死ぬらしいね。よう、準備はもうできたか。そうだね、いいえってしたらどうなんの。それじゃあ家の中をよく見てくるんだな。と言ってもむやみに歩き回って欲しくはもうないんだが。さすがに俺も驚いたぜ。魔王が直々にお前を狙いに来るなんてさ。お前は魔王に呪いをかけられている。はっきり言うが、もう長くは生きられないだろう。こんな状況で魔王を倒して来いなんて俺には言えないが、これだけは言わせてくれ。とにかく後悔しないように生きろよ。何をしていいかわからないか、あ、間違えた。何をしていいかわからなかったら、お前の部屋の本棚にいろいろ書いた本が置いてある。そして大人になったら酒場に行ってみるのも悪くない。それからそれからってあんまり俺が決めるのは良くないな。気になる場所に行ってみようぜ。そうなんだ、結構自由度高いのかな。俺の家ってのはどこなんだろう、左下かな。うん、とりあえずまず目標としては自分の家の本棚でやるべきことを探していきましょう。わ、ほんと減っていく。ここ行ってみよっと。鍵がかかってる、外出してるようだ。最悪だ、無駄足だ。くっそ、お前はなんていうの。ここはクエストカウンターだ。まだ若いというか幼いのに仕事は偉いな。今日は何の用だ。クエストについて聞こう。クエストってのは住人からの依頼だな。こんな左側に魔物みたいなの来てんのに今クエストやってて大丈夫か。目の前の問題解決した方がいいんじゃないのか。平たく言えば仕事ってことだ。敵を倒したところで基本的に金なんか手に入らねえ。金を稼ぐならクエストだ。横の掲示板にクエストが載っている。書いてあることができたら俺に報告するんだ。報酬は俺に報告しないと手に入らないからな。最悪じゃねえか。というわけでこれをお前にやろう。通信機を手に入れた。俺のところに来るか、これを使えばクエストの報告ができるからな。というわけでクエストをチェックしてみてくれよ。一歩戻んなきゃじゃん。クエスト掲示板、ここでは様々な依頼を確認することができます。おお、美味しいお肉が食べたい。チキンコックを倒すと手に入る美味しい肉を2つ持ってきてくれ。チキンコックは村を出てすぐのところに生息しているぞ。ちょっとまだ最初は村を出たくないな。狼を退治して、最近モンスターが増えて困っているんだ。ガウルフを5匹ほど退治して来てくれ。なるほどね。これ一個一個読んでたらしょうがないな。報酬が1000ゴールド、500ゴールド。武器の材料が足りなくて、南東の山から鉄鉱石を3つ持ってきてくれ。戦士の体験。おお、強そうだね。鉄鉱石3つか。ちょっと欲しいな。で、最後ら辺のこれは ?5 台の DNA を2つ頼む。2つ渡す。遺跡にいるモンスターの DNA が必要なんだ。遺跡のモンスターは手強いから、くれぐれも気をつけてくれよ。古代の鎧欲しい。もっと魔力を。MP を回復するアイテムが全然足りないの。どこかにマジックストーンを売っているお店があるといいんだけど。マジックストーンを渡す。持ってたりしねえかな。ピーナッツ10個って役に立つのか。アイテム。何も持ってない。武器を何も持ってない。お!感謝状。少年は感謝状を読み上げた。プレイヤー様、この度は余命100歩をプレイしていただき、誠にありがとうございます。あなたがこの過酷な運命を乗り越えてくれることを心から願ってます。開発スタッフ。噛んじゃった。最後の最後で。開発スタッフ、一度。なんだこれ。まあ、とりあえずスキルとかないし、装備は少年の剣、リンクか。ってのしかないし、魔王の廊下の呪いをかけられた勇者の子孫、この100本に未来を委ねられた。なるほどね。つまりもう、まあいっか、ちょっとアバンギャルドだけど、あ、クエストは別に受けなくてもいいんだ。オッケー、行ってみよう。
ちょっと外出てみるわ。もう あそこから街を探索するより、今の俺がどんだけ戦えるか、それをちょっと試したい。あれ、俺どこ？あ、これか。さあ、勝てるのか。これ100歩歩かず死ぬっていう下りもなくはないよね。さっきなんかエラーで落ちてしまったので、もう一回やってきます。というわけでもう、すべてのことをはしょって、おっさんに話しかけて、もう、そっか、お前も喋ってくれるわ、喋ってくれるんだね。すべてのことを無視して、おっさんに話しかけて、この通信機だけもらったら、あ、間違えた。連打しまくる癖ある。通信機だけもらったら、外に出ています。だって当面の目標は、あの足跡のとこからしか行けねえんだ。当面の目標はこれだったからな。とりあえずこいつと戦ってます。チキンコッコと遭遇。戦うぜ、えい、強いチキンコッコ。24のダメージ大丈夫か、これ勝てるか。チキンコッコ、この野郎。おっしゃ。少年の勝利。80の経験値を獲得。美味しい肉を手に入れた。少年はレベル2、キューピアを覚えた。これワンチャンゴリ押しで行けたりすんのかな。右。なんか宝箱とかいっぱいあるな。少音。まあ、ちょっといろんな、そうだったのか。無駄な2歩歩いてしまった。ちょっとコッコ2体倒すっていうクエストがあったんで、ちょっと2体倒すわ。やばい、大丈夫か？回復アイテムとか何も持ってないからな。美味しい肉を手に入れた。さあ、これでちょっと通信機を使うと。お、渡そう。美味しい肉を確かに預かったぜ。これで依頼者も美味しい食卓を囲めるってもんよ。クエスト、美味しい肉を食べたいをクリア。やったぜ、やったぜ。報酬を受け取った500ゴールド。クエストが終わったらまた報告してくれよ。っていう感じで、まあ、コッコは倒せんだね。どうしようね。まあ、とりあえずじゃあ、言われた通り、町入ってみるか。町じゃね、部屋。ここが自分の部屋なのかな？なんだ？なんだ？廊下の呪いが進行した。あ、そうなんだ。25歩歩いたから。あ、なんか勇者になってるもん、たたずまいが。勇者って書いてある。ステータスとか変わってんのかな？人類の希望はたくましく青年へと成長した。圧倒的な強さを誇るが、呪いは確実に体を蝕んでいる。圧倒的な強さを誇っていたのか？ちょっといい剣を手に入れた。そうだったのか。ちょっといい剣手に入るんかよ。強いのかな。あ、なんか装備してない。あ、そうなんだ。少年の服とかは少年時代しか無理なんだ。で、本はどこで読むんだ。この世界の歩き方という本がある。どのページを読みますか。ああ、そういうことね。方向キーを押したら行きたい場所をタップすると歩くことができる。あ、そうなんだ。あ、なんかスマホも対応してるらしいので、そういうことなのかな。とりあえず何をすればいいの？街を出て北西を見ると不気味なお城が見れるでしょう。あそこは魔王の城です。魔王が生きている以上、真の平和は訪れないでしょう。何をすべきかは自分で考えてこそですね。なるほどね。セーブの仕方？これまでの冒険を保存するのがセーブです。セーブをしないと大変なことになります。そうだね。今までの冒険がなかったことになってしまうのです。なんと恐ろしい。まあね、さっきもそれあったかな。そうだね。言われたから今セーブしとくか。ちょっと。人生諦めるっていうのがあるんだ。おもろ。まあ、いいか、とりあえず。とりあえずいいか。ベッドがあれ休んでいきますか。休むのは、あ、回復なんだ。なるほどね。これ楽しいな、普通に。淡々とやれちゃいそう。よし、回復した。向こう側の本棚とかも行きたいけど、ちょっとこの若いうちに魔王倒しに行ってみますね、今から。魔王。左上の魔王城だ。これタップしたらいけんのかな、本当に。お、ほら、あ、廊下の呪いが進行した。おじさんになっちゃったのか。え？中年じゃん、もう。勇者の勇ましさ全然ないじゃん。勇者を名乗りながら若い時代に何もなせなかった痛いやつ。その過酷な裏事情を誰にも知られることはない。初老のフリーターって書いてある。ちょっと魔王を退治していきますわ。わ、勇者のまま行きたかった。なぜ人間がこんなところに。
ちょうどいい。腹が減っていたんだよ。食うの？魔王の手下。死ねえ。中年親父だぞ。やべ、魔王の手下強。おっしゃー、倒したったぜ。中年の勝利。ね、中年の勝利ってダセーな。ああ。え、今宝箱取れたろ。クリック式良くないな。ちょっと待って、呪われし勇者よ。ロイとは、あ、老いとは、恐ろしいものだ。お前に教えてやろう。死んだ、死だけが老いから解放される唯一の手段であることを。いや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 、宝箱取りたかった、せめて。